こんにちは、阿部義俊です。今回は努力がなかなか成果に結びつかない、そんな時遊ぶゲームはこれだというまた変なタイトルの話ですけど、ちょっと話してみようと思います。僕のこういう話を聞いてくれる人は大体まあ絵を描いてる人だと思うんで、まあ、その前提で話します。皆さんは絵が上手くなるために日々努力をしているでしょうか。でそしてその努力に見合った成果というのを、得られているでしょうか。僕は19歳の時に本格的に絵の勉強を始めて、自分なりに、まあ、その当時はそれなりにこう努力をしていたわけですけど、なんていうかな、その、絵を始めた当初はかけた時間と労力に対してそれに見合うような成果を得られたというような実感をほとんど持てずにいました。まあ、要するに伸びが遅かったということですね。でこれについてはまあ僕だけじゃなくて、その多くの人がまあそういうような経験を時々しているんじゃないかなと思います。どうして努力が思ったほど報われないと感じるのかっていうと、結論から先に言うと、これは時間感覚に対するその遠近法の問題だと僕は考えています。ややこしい言い方をしちゃったけど、要するにそのすぐ目の前にあるものは大きく感じて、ものすごく遠くにある時間的に、だからかなり未来にあることっていうのは、そのそれが大事なことであっても小さく感じてしまうということですね。なので絵が上手くなるために毎日その努力をするということは今日今やることで、でその努力の結果が能力の向上という形で現れるのは、そのもう何ヶ月とか場合によっては何年も先のことで、なのでその僕もそうだし、多分多くの人がそうだと思うけど、絵が上手くなるということが自分の人生にとってその一番と言っていいぐらい大事なことだと感じていても、その結果が現れるのが例えば3年後ですとか5年後ですって言われちゃうと、それがどんなに大事なことでもなんかちっちゃなことに思えちゃうわけですね。でその割に今日そのために努力しなきゃいけないっていう、その今日っていうのはもう目の前にあることで、だからその遠くにある成果に対して今日毎日やらなきゃいけない努力っていうのがその大きく感じられてしまって、釣り合わないような、努力が報われていないっていうような感覚を持っちゃうんじゃないかなと思います。でじゃあそれを回避する方法は何かというと、また結論から言うと、これはもう結局目標を小さなピースに分割していくことだろうなと思います。例えば漠然と絵が上手くなるだとか、何でしょう、売れっ子イラストレーターになるみたいな、でっかい目標を持っていたとすると、それはその例えばそのさっき言ったみたいにその3年とか5年とかあるいは10年とかかからないと叶わない目標だったりもするわけで、その今日今じゃあそのために努力するって言った時のその努力はその毎日なので、ちっちゃなことかもしれないけど、やっぱり目の前にあるから大きいわけですよね。なのでその遠くにあるちっちゃな目標のために今のこのでっかい今日の努力っていうのをやるのが面倒になったり大変だなと感じるようになって、ついつい先延ばしをしちゃったりするわけですね。なのでその何でしょう、絵が上手くなるだったら、もっと具体的に今日はじゃあ人物のポーズを5枚描こうとか、それが1日できたら、じゃあそれを3日続けてみようとか、1週間続けてみようとか、そういうふうにやって、目標を細かく分割する。売れっ子イラストレーターになるであったら、ちょっと壮大な目標すぎるんで、例えばツイッターで、10いいねをもらおうとか、あるいはそのフォロワーを、そうだな、その例えば、100人もらうこと、増やすことを目標にしてみようとか、あるいは同人誌そのうち作るようになったら、同人誌を、30部、売ってみようとか。僕も一番最初に同人誌作った時、このぐらいのちっちゃいコピー紙で、コンビニで40部コピーして、そうですね、その40部がまあ最初の目標でしたね。なのでそうすると、小さな目標にすると、その目標のためにやんなきゃいけないこと自体がコンパクトになるっていうことと、あと、その結果がすぐ目の前に来るじゃないですか。今日5枚人物のポーズのデッサンをしようだったら、その結果がやったぞっていうのは今日もらえるわけじゃないか。そうすると遠近法で言うと、その遠くに行っちゃってちっちゃくなってるものがぐっと目の前に来るんで大きくなるんで、それで、努力とその結果の釣り合いが取れるようになって努力しやすくなる、じゃないかなと思います。でどんなことでもいいんで、その努力するっていうことを、習慣にしていく、何事もそのなんか習慣にしてしまうっていうのが本当に一番強力な成功するための武器というか、なのでこれは本で読んだったか、メンタリスト DAIGO さんの動画で見たんだったか、人間っていうのはその2ヶ月ぐらいその努力を継続できると、その努力していたことをそのやるためのストレスとか面倒くささとか大変だなっていう感情がほぼほぼ消える
だから僕らはその歯磨きみたいなものを毎日毎日歯磨き、まあ、めんどくさいと思う人いるかもしれないけど、歯磨き、まあ、めんどくさいなと思わずに、その何も考えずにシュッと歯磨きをするじゃないですか。顔を洗うとか、そういうことってそのもう要するに習慣になってるから、それをやることに対して、まあ、楽しいという感情も浮かばないし、めんどくさいとか大変だっていう感情も浮かばずに、ただそれは習慣だからスッとやるわけですね。で、人間っていうのは1日 の、 そのどのぐらいだっけ、7割だっけ、とにかく半分以上の行動はもう習慣になってしまっていることの繰り返しで、なかなかその習慣じゃないことをやるって大変なことみたいなので、なんとか2ヶ月頑張って、そこはやっぱり頑張んなきゃいけないと思うんで、その何かいろんなノウハウはあると思うんですけど、2ヶ月、習慣として続くと、それをやるために大変だなとか、めんどくさいなとか、嫌だなとか、そういう感情が湧かなくなって、当たり前のようにスッと始められるようになる。で、まあ、というようなことを偉そうに言ってみたんですけど、自分も実はそのここ、2、3ヶ月ぐらいの間、お絵描きの配信をやっていて、ほぼほぼ毎日、コツコツと動画の配信やっていたんですけど、2ヶ月ぐらい経った時に、その今はまあ動画配信始めるのに、ここをガチャガチャと配線接続してやることを決めて、あとやる前に僕はやっぱ上がり症なんで、人前ではないんですけど、こうやってで自分の顔も映ってないんだけど、でもやっぱり書いてるとこ見られるのが本当に苦手なんで、それをやるのにすごくこう大きな心理的な抵抗があったわけですね。でも、それがやっぱり2ヶ月ぐらい続けていくと、当たり前にガチャガチャっと配線して、はい、スタートみたいになる。やり方もその慣れてきますしね。で、その確かにこういう習慣化ってこういうことかって、そのまあたまたま実感したんですよ。で、まあその後ちょっと守秘義務とかが発生する、配信できない絵の仕事とかがわらわらと続いたり、ちょっと家庭のことが忙しかったりして、なんか1週間ぐらい配信するの忘れてるっていうか、そのやれずにいたらその習慣化が消えてしまって、また一からじゃないんだろうけど、やり直さなきゃいけなくて、また頑張んなきゃなと思ってるところです。とにかくその小さな努力を積み重ねて習慣を作っていくっていうことが、王道というか一番効率のいい上達のための戦い方なんじゃないかと思います。で、ここまでが、なんていうかな、その教科書的な話というか、よくその自己啓発本とかそういうものに載っているようなやり方で、まあ、自分も試して実感していることではあるんですけど、まあ、ここまでがそういう教科書的な話で、ここからちょっと自分の実体験と、まあ、最初に言った、そのゲームの話なんかをしようと思います。僕もその努力してなかなかうまくならないという時期が、まあ、また昔話になっちゃいますけど、その20歳ぐらいの頃に長く続きました。で、そこを脱することをができたきっかけの一つである、その自分の無意識の声に気づくっていうことに関しては、動画とそのテキストを作ったんで、URL を貼っておきます。あるいはなんかこの辺みたいなところにちょっと出せるといいんですけど、後で試してみます。で、まあその無意識の声に気づくって話とは別に、伸び悩んでいる時期にそれでもその気持ちを腐らせずに、コツコツ努力を継続できた方法について説明します。予備校時代の話にまたなっちゃうんですけど、予備校時代に僕は絵を描き始めるのが遅かったんで、その高校時代にまあちょこちょこっとその真似事みたいなことはやってたんですけど、絵をちゃんと勉強しようと思ったのは高校出て19歳の時で、まあ、受験生でいうと一浪生ですね、の時に、絵を始めました。高校1年生とか中学3年生とかが通う基礎デッサンみたいな週1のコースで、そこに行くと周りよりが自分よりも常にその 3,4 歳若いわけですよ。なので そこにいるのが非常に肩身が狭くて、ちょっと話しかけられたりしても、そのどこの高校みたいなことを話しかけられて、じゃあ浪人で高校出てバイトしながら絵を始めようかと思ってみたいな話をすると、そうなんだみたいになってちょっと惹かれるみたいなね、そんなことがあって、肩身が狭くて、早くちょっと上手くなって年齢なりのその画力を身につけていないと、予備校で本当に肩身が狭かったんで上手くなりたいなと思ったんですけど、なので週1だったんですけど、その他の日もバイトしながら家でスケッチブックにデッサンやって毎週持ってって見てもらったりとかして、なのでそういうことをしてる人数人しかいなかったんで、まあそのグループの中では一生懸命やっている方じゃなかったかなと思うんですけど、それでも恥ずかしいことにそのまあ高校生とかがいるコースの中でもどっちかというと下手くそな方で、というかまあ一番下手と言ってもいいぐらい下手で、その頃は非常にまあだから書くのがしんどかったですね。
で、そんな時にその一番必要なことっていうのは、さっき説明したみたいに努力を細かく分割して、その習慣にしていく。でそれがまあ結局長い目で見た時に一番効率のいいその成長法だとは思うんですよ。ただその頃は僕はそういうこと全然わからなかったんで、力技でというか、その自分で試行錯誤して手探りで、そのどうやったら早く上手くなれるかなということを、考えてました。で結局その時に最終的に行き着いた考え方っていうのは、なんか逆説的ですけど、努力に見返りを求めない、という考え方です。これは別に正しい考え方じゃなくて、僕がその頃そう思っちゃったっていう話ですね。で今でも正直言うと、まあ自分の考え方の根幹っていうのは、その努力に見返りを求めないっていうことにあります。いやこれはさっきも言ったみたいに正しい考え方じゃないんですけど、ただ自分なりにその結果が出ない時に、その焦らず淡々と、最大限の努力を続けていく、その自分なりの何て言うかな、法則みたいなものなので、その話をちょっとします。具体的に、そのことを思ったのは、絵を予備校でその描き始めて1年、ちょうど1年経った時の夏の全国コンクールっていうそのイベントの時のことです。全国コンクールっていうのは、文字通り全国から学生さんを集めて募集して、で受験課題っぽい、その課題、僕の時は卓上にいろんな生物がごちゃごちゃ置いてあって、紙テープかなんかがこう確か置いてあったりなんかした、そんなような課題だったと思うんですけど、その卓上の、水彩の着彩でしたね。僕は日本画を、志望したんで、水彩の着彩の、課題でした。で200何十人参加者がいて、1番からビリまで順位をつけて全員1枚ずつ公表する。まあ200人全員1点ずつやっていくと、時間何時間もかかっちゃうんで、公表は、3つかな、教室を分けて80人ずつぐらいか、まあ確かいたんじゃなかったかなと思います。ちょっと人数うろ覚えですけど、まあそんな感じでした。で僕は、ちょうど絵を始めて1年で基礎デッサンを、やめて週3日間の日本画のコースに通い始めているとこでした。そこもまあ高校1年2年ぐらいが通うとこで、なので相変わらず肩身が狭かったわけですけど、でも1年そういうふうにコツコツと努力を続けたわけですよ。で全国コンクールで自分は今全国のどのぐらいのとこにいるんだろうと思ったら、結果が出てみたら、その1番から順番に円を並べてみたら、僕は、ビリから8番目でした。やっぱりその全国コンクール自体が、そのもちろんその中学生とか高校1年2年もいっぱいいましたし、本当に絵を初めて描く人とか、まだ予備校に通ってないけど予備校どういうとこなんだろうと思って、そのお試しで3日間の課題だったんで、その入りやすかったんだと思うんですけど、初めて絵を描きますという人もいっぱいいる中で、僕はビリから8番目でした。1年やって、と思って、その時はその愕然としちゃって、そのもう突っ立ってて、こう手足がぐんぐん冷たくなってきて、俺は今死にかけてると思うぐらい、落ち込んで、なんか目の前が本当に真っ暗になって、まあ呆然としたまま帰りの電車に揺られていて、まあこれはもうダメだというか、その自分にはその絵の描く能力というか、なんか才能がないんだなとか、自分は本当に絵がその下手で、その下手なんだなっていうことが骨身に染みて分かったんで、ただその時にもその絵をじゃあもう諦めてやめるかっていうと、やめようとは全く思わなくて、それは何でかっていうと、絵描きになれる自信があったわけじゃなくて、絵描き以外の何かになれないっていう自信が、それ以上にあったからで、もう自分はその社会に適応したりとかですね、なんかどっか会社に毎日通って勤めるみたいなことはどう考えてもその自分の性格上できないっていうのが分かっていたので、もう絵描きになるしかないと思っていたので、そのなんか諦めるって発想は全く思い浮かばなかったですね。そんな悲惨な状況だったけど、なのでその二浪生で、その時は全国コンクールでビリから8番目で、絵の上達のスピードが多分もう日本一って言っていいレベルで遅いというこの現実と、その何年後かにはそれでも、プロの絵描きに慣れていなければならないっていう、とんでもなく遠い遠いその目標とこう結びつけるような、こうなんか超理論みたいなものを自分の中で構築しなきゃならなくて、そこでさっき言ったみたいに、本来であれば、目標を小さく細かく分割して、小さな努力を毎日積み重ねて、それを習慣にしていくってことだったわけですけど、自分はそのどうやってもつながらない、自分の悲惨な現実と、
大きすぎるその理想というか目標を無理やりつなげようとして延々と考え込んで、最終的にだから行き着いた答えが、その現実にはどう考えてももう希望はない。だからその自分の今のこの現実はもう見ない、希望は持たない、もうそのとにかくでも死に物狂いの努力だけ続けるっていう、何でしょうね、これ絶対正しい方法じゃないです。僕は最終的にこれでプロになったけど、でもまずその説明はちょっと最後まで聞いてほしいんですけど、要するにこれ思ったのは、僕はその周りと比較して一番ダメなので、もう周りと自分を比較しちゃうともう気持ちが折れちゃうから、これダメだと。とにかく人と比較して勝った負けたについてはもう今後は考えないと。ただ昨日の自分よりマシになったかどうかだけを考えようと。そしてじゃあ一日努力したとしても、こう自分の努力のほとんどが徒労に終わるというか、その空回りに終わっちゃうということはもう分かった。でももう空回りに終わったとしてもいい。その要するに努力に対してもう見返りは求めない。自分がじゃあその何ていうかな、見返りゼロでじゃあ努力を続けられるかと言ったら、やっぱりそれも気持ちが折れちゃうわけですよ。なのでそこで自分が思ったのは、要するにまあ自分はもうとんでもないクソ野郎だったと、ダメな人間なんだった。で今日一日努力を続けられたら、今日一日はそのクソ野郎じゃなかったと自分に言うことができると。それだけがその自分にとってのその報酬というか、見返りとしてはそれだけでいいと。で周りと比較しない、世の中の平均値とも比較しない、自分の昨日の自分とだけ比較して、それはまあ勝っていこうと。でそれだけを考えて、絵を描くことを続けるという選択をしました。で非常にネガティブな、すいませんね、ネガティブな人間なんで、ネガティブな言い方に聞こえると思うし、こういうことを僕以外に言ってるのを聞いたことがないんで、やり方としてはその正しくないのかもしれないんですけど、でも何て言うかな、その僕はその自分の経験では、その周りをキョロキョロ見回して、誰に勝った誰に負けたみたいなものとか、誰に承認されたとか、そういうものを捨てた瞬間から、何て言うかな、こうピタッと照準が合うというか、そこから少しずつ伸び始めたんで、逆に言うと自分は今まで、なんていうか能力を出せずにいたのは、さっき言ったみたいにその予備校生、太郎生なのに、現役生とか中学3年生が通うコースにこそこそ通って、恥ずかしいなとか、周りと比較して自分が下手だなとか、才能ないなとか、まあ、そういうことですねばかり考えていて、周りと比較してるから伸びないんで、それをやめられたら伸び始めたわけですよ。なので、多くの人はそのビリーっていうのは本当にその日本でも数限られた人にしかない立ち位置なので、その僕の場合はもう絶望的にダメなので、これもう比較するのをやめようと思わざるを得ない状況だったんで、比較するのをやめるってことは選べたわけですけど、他のもっと多くよりも逆にまあまあの能力とか平均ぐらいの人とか、逆にこのことに気づけずに、真ん中辺の人とかが逆に、そうだな、予備校にいて周り見た時にもちょっと思ったけど、勝った負けたを気にしているような、周りと自分を比較している人が多かったような気がなんとなくしますね。その相手にそう聞いたわけじゃないから、雰囲気でそう感じるだけだけども、僕はその時にそういうのはもういいから、昨日の自分よりもどこが良くなったかなとか、あるいはその、今度はどこを改良できるかなっていうことだけに、なんかこうパッと目がフォーカスできるようになったんで、そこは非常に良かったんだろうなと思います。で、そう、僕の場合はだからその本当にビリッケツだったんで、人と比較しないとか、あるいはその、その今日一日その努力をできたっていうことだけがをそのご褒美として、毎日努力を続けるってことがなんかできるようになったんだけど、じゃあその僕みたいにビリッケツじゃない人はどうやってそういう視点を手に入れたらいいのかということに関してですね、おすすめのゲームがあってですね僕からゲームの話です。それがダークソウルシリーズですね、フロムソフトウェアの、今だと PS5 でデモンズソウルっていうその、別なというか1個前のシリーズのリメイク版が出ていたりとか、PS4 で、あるいはその Xbox や PC でも、あるいはスイッチでもダークソウルの、一番最初のやつが出てるんじゃないかと思います。いわゆるそのダークソウルは死にゲーっていうその独特の独自のジャンルを作り出した、ゲームのシリーズで、異常に難易度が高くて、新しいステージとか新しい敵が出てきたらまず、初見ではもう一発で殺されるみたいな、ものすごい難易度で、ただ何度も何度も殺される再挑戦、殺される再挑戦、それを繰り返していくと一個一個その泥を這うように、
前進して、一つ一つその敵を撃破して前進していくことができるっていう、そういうタイプのそのゲームです。ダークソウルにはそのスコアとかないですし、一応経験値とレベルみたいなものはあるんで、経験値貯めてレベル上げるとちょっと楽にはなるんですけど、結局自分が上手くならないと、先には進めないような作りになってます、ね、非常に最初はなんていうかな、手も足も出ずに理不尽に敵に殺されるわけですよ。で、何じゃこりゃとかゲームバランスめちゃくちゃだなと思うんだけど、何度か繰り返していくと敵の動きに特定の癖があることが分かったりとか、あるいはその自分の特定の動きが敵のその特定のアクションを引き出せるみたいなことが分かってきて、繰り返しやっていくうちにある日こうそのカチッとはまって敵を倒せるようになるわけですね。で、なんていうか、その別に僕が予備校の頃にまだその初代のプレイステーションも出てなかったんで、あのダークソウルやってたわけじゃないんですけど、なんかその後々になってダークソウルシリーズやった時に、あ、これはその予備校の頃の自分が思ってたその学びの本質みたいなものが詰まってるなぁと思ったんで、今ちょっとそういうこういう話をしてるんですけど、ダークソウルでその敵を倒した時に得られる報酬を目当てにゲームをやっていると、努力と得られるその報酬が見合わないんで、あの挫折しちゃうんですよね。その難易度の高さとか理不尽に殺されるストレスが大きすぎてその嫌になっちゃうわけですよ。そうだから、失敗した時にその過度に悔しがったり、あるいはそのゲームバランスが悪いとか、これその無理ゲーじゃんとか、なんだこのゲームはって言ってそのゲームのせいにしちゃったりとか、あるいはそのコントローラーが悪いとかいろんなことのせいにしちゃったりとかしてしまうんだけど、それをやめて、自分の技術の向上だけに、さっきよりもうまくできるかなっていうことだけに、自分の意識をフォーカスするとぐんぐん伸びて、勝てるようになっていくわけですよ。だからそれがさっき、絵の時に説明したその昨日の自分よりマシになったかだけにフォーカスするってことにつながるんですけど、で、それ以外のそのゲームの中でなんかあのスコアが手に入るとか、なんかが手に入るっていうようなことをあまり、それは当てにしないとか求めないぐらいの感覚でいると、その道が開けていくんですね。で、多くのゲームっていうのは、そのドラクエみたいなゲームっていうのは、勝つと経験値とお金が手に入って、負けるとお金を失ったり、王様に死んでしまうとは何事だって怒られたりするわけですよ。これは多分その現実の世界の中のその成長についての何ていうかメタファーというか、あの比喩としてそういうシステムをあの作ったんだと思うんですけど、僕は個人的にはちょっと間違ってるなと思って、現実には人間というのはその成功すると達成感とか報酬が手に入って、負けてその失敗と再挑戦を繰り返すと、そこで初めて経験が手に入って、能力が伸びていく。だからそうなんです。あの勝つとお金が入って、負けると経験が入るっていうのが正しい現実のこの場のなんていうかな、あの成長だと思うんです。で、ダークソウルのシステムはまさにそれで、その確かに勝つと何がしかちょっと報酬が手に入ったり、ステージが前に進んだりするんですけど、負けた時に自分がただ負けて悔しいじゃなくて、その悔しいはもう脇に置いて、ただ自分の行動は正しかったのか、より改善するためには何をすればいいのかだけに意識をフォーカスする。そうすると、上達していくっていうことがそのゲームシステムの中に組み込まれているわけです。で、自分自身もですね、その初めてダークソウル、デモンズソウルのリメイク前のやつを PS3 でやったのが一番最初ですけど、非常にめちゃくちゃな難易度で、あのゲーム自体面白いんでやるんですけど、あのなんじゃこりゃってぐらいに殺されるわけですよ。で、また戻されるわけですよ。そして今まで手に入れた、そこまでコツコツと戦って、手に入れてきたそのソウルって、お金と経験値をごっちゃにしたようなパラメータですけど、それがごそっとなくなるわけですよ、全部。で、死なずに自分がさっき死んだところまで行って拾い直せば戻るんだけど、その拾いに行く途中でもう一回死ぬと、その今まで貯めたやつは全部なくなるわけですね。かなり厳しいやっぱりゲームシステムなんですけど、なので、途中で嫌になるわけですけど、その負けて悔しいとかイライラするとか、そういうもうコントローラー投げつけたくなるとか、そういう感情を一回脇に置いて、さっき言ったみたいに自分のやってきたことだけに意識を集中する。どこで失敗したのか、どうすればうまくいくのか、何を改良すればいいのかっていうことだけを考える。そうするとうまくなるし、その面白くもなる。そのことに気づけると、この死にゲーというか、このダークソウルのシリーズはめちゃめちゃ面白いゲームになるわけです。そしてその現実の学びが詰まっているというか、なので、でこれがその、
これまだ後々で自分がその別な本を読んで、あ、これこのことかって分かったことですけど、固定型マインドセットから成長型マインドセットに自分はあの予備校の時のその大きな挫折をきっかけに、その自分のマインドセットを切り替えることができたんだ。で、そのダークソウルみたいなそのゲームも本当にそういうマインドセットの切り替えに使えるんじゃないかなと思うんですよ。で、最初もだからその僕がその全国コンクールで、ビリから8番目だった時に自分には才能がないんだなっていうことをすごく痛感したわけですけど、その、才能があるないって言うと生まれつきでもう決まっちゃってるみたいな、言葉に聞こえるじゃないですか。だから本当は才能なんて言葉は安易に使うべきじゃなくて、僕みたいにそのスタートのところでそんなにめちゃくちゃに絵が下手で伸びも遅くて、容量も悪くてっていうところからでも最終的にはそのプロになれたりするわけです。それはその、才能みたいな言葉を使って他人と自分を比較するのをやめるってところから、僕に個人の経験で言うと自分の成長っていうのが始まっていて、それをやめる、その、誰かに承認されたいとか、誰かに勝った負けたみたいなことですね、その感情を、捨ててというか脇に置いて何もなくなっちゃう、仙人みたいな、あれになっちゃいそうですけど、やっぱり成功したいと思うこと自体は間違ってはいないんだけど、そこで、その周りとの比較じゃなくて昨日の自分との比較に切り替える。で、その、なんだろうな、その僕で言えばそのダークソウルで失敗した時によくコントローラーのせいにしていたんですけど、それって誰かのせいにする、何かのせいにするとかじゃなくて、自分のどこが良くなかったのかな、でこれを改良するために何をすればいいのかなっていうことだけを考えていると、失敗した時に、失敗は悔しくなくて、どこが悪かったのかをわざわざなんていうか教えてくれていることになるわけですと、ダークソウルを例えるにするなら、敵っていうのは敵じゃなくてこっちの、足りないところを教えてわざわざ教えてくれるアドバイザーになるわけです。で、絵で言えばその絵がうまく描けないってことは わざわざそのどこがうまく描けないのかを、絵が教えてくれてるわけです。そうするとうまく描けなくてイライラするなんてことはなくなって、お、そうか、そこが良くないっていうことを教えてくれてありがとうって感じになるわけです。そうなってくると失敗が、嫌じゃなくなるっていうか、失敗すること自体嫌ですけど、でもそういうなんかな、イライラするようなことじゃなくなるんですよ。あ、次ここをやればいいってことだ、分かった分かったっていうふうになっていくんで、そうなって自分の中でもやっぱそういうマインドセットの切り替えっていうのが明らかにその、予備校の、この全国コンクールあたりをきっかけに起こって、そこからちょっとマシな人間になっていけた。で、これこの固定型のマインドセットだから、その才能で決まってるとかその努力に意味がないとか思っちゃうタイプの人は、何かをきっかけにこの成長型に切り替えていかないと文字通りその成長できないわけですよ。生まれつき天才という人を別にしたら固定型でいいことは何もないので、自分のそのマインドセットを切り替える何かが必要で、僕としてはそのダークソウルシリーズは超おすすめなので、今だと PS5 変えたら、デモンズソウルがおすすめなので、あとはセキローとかですね、ゲームの話だけ急に生き生きと話してしまいますけど、セキローもこの間やって超面白かったですね。500回ぐらい死にましたけど。で、そうするとその努力に外の世界からの見返りを求める必要がなくなる。自分の中で自分が上手くなる、自分が何か気づきを得られるってことだけで十分に報われるので、そうすると失敗が嫌じゃなくなる。そのマインドセットを手に入れられるかどうかがもう本当に、その若い人ほど、手に入れられるかどうかがその勝負だと思うので、逆に言うとその瞬間から伸び始めるし、自分が思っていたこの人才能あるなっていう人はそのおそらく多分感覚的にはそのみんな成長型なんですよ。なのでこの成長型のマインドセットを手に入れられる、ようになるために、その僕のようにビリッケツドの完膚なきなまでに叩きのめされるともう嫌だから人と比較しなくなって、自分の内面だけにフォーカスできる、ようになったんですけど、逆に僕よりもずっと容量のいい人たち、その平均ぐらいの人たちとかも、そこでもしなんていうかな、固定型のマインドセットを持ってるんだったら成長型に切り替える、何かのきっかけがあるといいですね、ということでおすすめとしてダークソウルを、おすすめしてみましたっていうような話です。何か伸び悩んでいたり、誰かと自分を比較して焦りを感じるようなことがあったら、その安易に
努力の見返りを求めるのをやめて、失敗と再挑戦のサイクルの中で淡々と努力する自分の、どこが間違ってたのかな、どこを改良すればいいのかなということだけにフォーカスするっていう、このサイクルを身につけられるといいと思いますというお話でした。どうでしょうか。というわけで、何でしょうね、僕が、ダークソウルとかを時々配信したりするわけですけど、この間もセキロを配信してましたけど、遊んでたわけじゃないんだ、遊んでるんですけどわけじゃないんだよみたいな話でした。で、あとそのもうちょっとその何でしょうね、抽象度の高い話を最後にしておくと、そうやって遊びの中からもあらゆることの中からも学びのきっかけみたいなものを発見できるようになると、僕みたいにそのいわゆるその自己啓発本みたいなものあまり読んでこなかったけど、今になって勉強して、あ、自分が自己流で見つけたのってこの学者さんが言ってるこれのことだみたいなことが分かって、割と自己流の俺ひどい成長の仕方をしたなと思うんだけど、あと勉強してみると意外と自己流でその、この固定型のマインドセットを成長型に切り替えるなんて相当大変で、気づけなければ一生気づけない問題なんですよね。そういうことをなんか気づけるなんかそのようになるといいなと思います。僕自身はだからその何をやっていても、ここの中にそのなんか成長のきっかけはないかということを常に探してるんですよ。なんかそういうふうに、していくといいのかなと思います。長々とありがとうございました。どのぐらい喋ったかな。こんなような話とかゲームの話とか、あるいはカメラとかガジェットの話とか、あるいはお絵描きの配信とか、そんなようなことをやってるチャンネルです。バラバラなことを、いつもやっていてダメだなと思うんですけど、実は自分の中では今言ったみたいにつながっていて、ゲームも、あらゆることもその学びにつながってたりですね、そのガジェットが、その自分の絵を描くことに、つながっていたりとか、いろいろ同じようなこと、同じジャンルについて自分やってるつもりなんですけど、バラバラのことやってるチャンネルなんですけど、チャンネル登録などしていただけると、時々こんな話とかもしますんで、よろしくお願いします。ではでは。